みなさんこんにちは、助産師のしおりるです。そして下着の魔法使いのちーちゃろすです。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ初めましての方のために軽く自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。私ですね、 SNS、まあ、あのツイッターをメインに下着の基礎知識の情報発信をさせていただいている元下着販売員なんですけれど、今日はあのしおりぬさんとちょっとコラボをさせていただいてお話をさせていただきに来ました。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はちーちゃろすと一緒に思春期女子のための初めてのブラジャー選び方講座ということでやっていきましょう。お願いします。そう、私のチャンネル結構あの思春期の女の子だったりとか思春期のお子さんがいるお母さんとかも結構見てくださってたりするので、まあ、どんな時に買い始めたらいいのかなとか、どういう風に選んだらいいのかなとかってなかなかわからないポイントだったりしますし、まあ、あの助産師といえど、まあ、女性の体のプロといえど下着の知識って全然なくってあの今日は私も一緒に勉強させていただこうと思ってお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ということで早速じゃあ、はい、バトンタッチして進めていっていただきましょう。はい、まずですねファーストブラの選び方なんですけど、うん、あのまあ、ブラジャーをつけるタイミングって結構皆さんわからないじゃないですか。ブラジャーってあの何歳からつけるといいっていうのとかないんですよね。やっぱりそうなんだね、はい、その子によりけり、よりけりです。あ、なるほど。そのつけた方がいいんじゃないかなっていう基準を満たしていたとしても、うん、本人の気持ちの問題とかもあったりするので、確かになんかブラジャー恥ずかしいっていう時あったもんですよね、やっぱり選ぶのも恥ずかしいし、うん、でお母さんにもちょっと言い出しにくさあったりしますよね、うん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 、なのであの今日はまあちょっと自分でも分かるポイントでお母様から見ていても、うん、あのそろそろつけた方がいいんじゃないかなっていうあの見分け方についてちょっとお話を。素晴らしい、はい、というわけであのまず最初になんですけど一番見ていただきたいのは、うん、まあ、バストの膨らみですね。なるほど。で一番あの分かりやすいのが走ったりとか歩いたりとかしている時にバストが揺れているかどうか、うん、なるほど。なるほど、ね、で自分でも分かるし親御さんとかでも分かりそうだもんね。分かります、うん、でもう一つポイントとしてあるのがあのトップ乳首が、うん、あのお洋服の上から透けていないかどうか。へえ、そこもポイントなんだ。はい、なるほど。なんかやっぱり揺れたりとか、 なんかある程度膨らんでこないとブラジャーってつけちゃいけないものなんじゃないかって思ってる子結構多いんですよね。確かに確かに、なんか今私つける必要あんのかなってなっちゃいそうだよね。なっちゃいます、うんうん、でもトップがあの先結構成長してきていて擦れて痛いっていう人とかも意外といるんですよね。そうだよね、はい、なのであのバストの膨らみとトップの膨らみって必ずしも一致するわけでもないので、うん、自分がちょっとトップが透けてるように感じるなって思ったら、うん、そろそろブラジャーをつけてみてもいいかなと私は思ってます、うん、なるほどなるほど。じゃあそういうわけで、うん、あのまず下着屋さんに行った時の選び方なんですけど、うん、まず最初にあの下着屋さん下着専門店で選ばないといけないですかっていう質問が結構私のところなんですよ ね。私もでもファーストブラをつけた時は近くに島村かもしくはイオンしかなかったので、うんうん、私もダイエーだったなりますよね。でもそういう、うん、ダイエーでスポブラ買ったのはちょっと覚えてる私もスポブラはイオンで買いましたまず最初になんですけどできるだけ下着専門店で選んでいただきたいです。なるほど。それはまたどうして、やっぱりしっかりとしたフィッティングを受けられるっていうのがあるんですよね。試着ね。そうなんです、うんうんうん、試着と調節をしてもらうっていうのが下着専門店だときちんと研修もされてるところがやっぱり多いので、そういうところで最初だからこそしっかり見ていただいた方が私はいいかなと思っています、うんうん、結構販売員時代によくあったんですけど、うん、お母様が安いからって言って、うん、娘そろそろあのブラジャー必要だと思うんだよねって言って、うんうん、だいたいこれぐらいのサイズって言って A カップとかを買っていかれるんですよ。最初だから A カップっていうような買い方をされちゃったりとかするんですけど、それは本当にやめていただきたくて、どうか娘さんを連れてきてくださいお願いしますって言いたくないんですよね本当に。そういう時ってだって会うか分かんないもんね。そうなんです、買わないでそれ買わないでってなるんだ、はい、ればご本人と一緒に来てきちんと採寸をまずしていただいて、うんうん、で試着までしていただくっていうのが正しい流れになります、うんうん、なるほどなるほど。じゃあ実際にお母さん代わりに買ってあげちゃうんじゃなくって娘さんと一緒に行こうと。はい、なるほど。ぜひともお願いしたいです、まあ、流れとしてはまずあの下着専門店に行っていただいて、うん、であの最初に採寸をしていただきます、うん、はい、まあ、その時もお洋服の上から採寸ってできるんですよね。なるほど。実は、うんうん、お店によるっちゃよるんですけど、うん、あのヌードになることはほぼ、うん、ほとんどなくて。確かにあの実際に下着つける時は自分がそうつけた状態で店員さんに会うことはあったけど、丸裸を見れることはなかったよねめったにないですなるほどなるほど、はい、なので
ので採寸でお洋服の上からでも大体のサイズを測っていただいて、うん、でそこからサイズ合わせがスタートです。だからそっからがスタートなのね。最初から A カップから A カップ、B カップ、C カップって試着していくと長いので。確かにね。で大体 C の65ですねっていうのから始まって、そっから大きくしたりちょっとちっちゃくしたりっていう微調整が始まるんだ。そうなんです。なるほど。で試着をして、でそこからあのストラップ調節でかなりサイズ感変わってくるので、うんうん、ストラップ調節とあとバストを寄せていくっていうので調節をして、うん、で正しいサイズっていう風になってきます。なるほどなるほど、はい、であの選ぶってなった時に、うん、あの選ぶ時のポイントなんですけど、うん、ファーストブラー大体10代ぐらいの女の子のバストって張りがあるんですよね、うん、なるほど。パンとしてるわけだ。そうなんです、うん、言ってしまえば硬いんですよ バストが、うんうん、でお胸のつき方もこのバストの始まるライン、膨らみが始まるところをバージェスラインって言うんですけど、年、うんうん、を重ねるごとにあのバージェスラインがよく分からなくなってくるんですよ。どのあたりだろうってなってくるんですけ ど若い子ってそこがあのびっくりするぐらいここからプリンってなってるんですよ。あ、ここだって分かるんだ。そうなんです。それぐらいしっかりパーンと張りがある子がすごく多いので、そういう子に向けておすすめしたいのが、うん、なるべくパッドが柔らかいもの、もしくは薄いもの、入ってないものがおすすめです。なるほど。パッドがあんまり入ってない方がいいんだ。そうなんです。あのパッドがしっかり入ってると、うん、あの例えばこれとかちょっと硬めのパッドが入ってて、でしかも本当だ、ゴールドカップって言ってこんな感じでパッドにしっかり厚みがあって、うん、でさらにパッドの出し入れができないんですよ ね。なんかもう一体化してるのね。そうなんです。これをゴールドカップって呼んでいるんですけど、こういうタイプだとあのバストの張りとパッドが、うん、あの反発をして逆に浮いちゃうんですよ。反発するの？そうなんです。面白い。当たり前なんですけど、硬いものと硬いものって反発するじゃないですか。なるほどね。そうなんですよ。馴染まないでせっかくつけてるのに浮いていってしまうんだ。そうなんです。なので、しかもなんか痛そうだね、それ。そうなんですよね。押さえつけてしまうので、なのであのバストに張りがある状態の時はなるべくあのカップが柔らかいものとかパッドが柔らかいものとか入れるにしても。そういったものの方がおすすめです。で逆にあのバストが結構発達してきて、うん、柔らかくなってきたタイミングで、うんうん、固めのパッドで、うん、あの押し上げてあげると、うんうん、デフォルテとかにボリュームが出やすくなってくるので、なるほど、寄せてあげるができるようになってくるんだ。そうなんです。でもそれができるのはもう20代ぐらい、まあ、18ぐらいからかな。ただだんだんそれ、そんな感じで柔らかくなってくるので、それまでは我慢、でした。最初はこうきちんと保護してあげるっていう方がまずは大事なんだね。はい。で、あの続いて私のおすすめのファーストブラ、うん、特集でございます。はい、はい、一番おすすめのからちょっと紹介させていただきますね。うん、ウンダナクールさんから出ているビタードットコットンっていうシリーズなんですよね。はいはい、これはちょっと違う名前なんですけど、うん、ほとんどこれ同じ形でして、うん、常にこの形がだいたい2デザインぐらいお店には今ある状態になってきてるんですけ ど、これのおすすめポイントっていうのがですね、うん、まずカップがすごく浅いんですよね。ね、なんか薄いよね。そうなんです。例えばなんですけど、まあ、この子と見比べてみるとすごくよくわかると思うんですけど、うん、こんな感じで、うんうん、あのパッドに厚みがあんまりないので、ね、まだあのそんなに発達していない状態の人でもすごくあのフィットしやすいっていうのがポイントの一つとしてあります。で次にですね、やっぱりどうしてもこのカップのところの浮きがファーストブラだとより気になるんですよね。はあ、なるほど。ここってこと？ここですね。胸の内側のカパカパってこと？はい、あ、なるほどなるほど。なんですけど、そこの部分をここ全体的にあのストレッチレースで覆ってくれてるんですよ。これ伸びるんです。実は本当だ、レースがめちゃめちゃ伸びてる。そうなんです。このレースがしっかり上からカッとしてくれるので、しっかり引き上げてくれるので、かがんだりとかしても乳首見えないんですよ。なるほどね。そういうの大事だよね。大事です、本当にね。で、次におすすめなポイントがここのストラップの部分です。うん、このストラップの調節する部分のことをアジャスターって呼んでるんですけど、うんうん、前についてるんですよ ね。思った。それ大概背中側にない？そうなんです、うんうん、大概背中側なんですけど、これは前側にあるので自分で調節することができるんですよ。うん、なるほどね。ここでこういじれるわけだ。そうなんです。そこがおすすめポイントなんです。で4つ目におすすめのポイントがですね、うん、このアンダーベルトの部分です。うんうん、ここのところがですね、ちょっと分かりますか、違いが。と普通のブラジャーだとこんな風に、うん、あの肌側にゴムが絶対出ているんですよね。なるほどね。これは出てないんですよ。
本当だ、ちゃんとなんか薄手の柔らかい布がかぶさってるので、そうなんです、これをくるみ仕様って言うんですけど、まあ、ちょっと他にも別な呼び方とかもあるんですけど、うんうん、私はくるみ仕様っていう風に呼んでいて、うん、あのゴムを中に包んでいて表側からも裏側からもあのゴムが見えないような仕様になってるんですよね。本当だ、なので肌当たりがすごく優しいんです。へえ、なるほどね、ブラジャーってよく見ると奥深いんだねって、そうなんです、ちーちゃんと出会って思いましたありがとうございます本当に。で最後のポイントがこれ綿コンなんですよ。綿コン、はい、あの綿素材が入っている、うん、あ、綿が混ざってるってことか。そうなんです、うんうん、なのであのやっぱり学生さんって汗すごくかくじゃないですか、うん、確かに確かに、体育とかあるしね、はい、そうなんです、うん、なので吸水性がすごいいいと、うんうん、あのやっぱり汗しっかり吸ってくれるので、確かに大事だね。そうなんです、うんうん、でやっぱりあのまだ肌が敏感、柔らかいし、うんうんうん、あの発達途中なので敏感な時期なんですけど、それもあの低刺激っていうのがおすすめポイントです。最後に一つだけちょっとおすすめポイント、うん、いいですか、はいはい、ですね、これちょっと専門用語になっちゃうんですけど、うん、あのボーンっていうパーツが入ってないんですよ、骨骨そうなんです、まあまあその意味なんですけど、うん、普通のブラジャーだとここのサイドのところにボーンっていうこの薄い板が、へえ、この部分に薄い板が入ってるんですよね。これか、はい、でこれが入ってるといいことが安定感がアップするんですよ、うん、なるほどね、脇を支えてくれるわけか。そうなんです、うんうん、やっぱりここがふにゃふにゃなのか硬いのかでここの支えぐらい変わるじゃないですか。確かに脇のね、肉のね、そうあとサイドに流れにくくなるっていうポイントもあるんですけど、うんうん、なるほどね。でもあのこの子に関しては入ってないんですよ。ほんとだ、じゃあ入ってないのって何がいいんだろうってなると、うん、つけ心地が楽なんです。なるほどね、ここのキュッてされる感じがないのか、はい、そうなんです。なのでファーストブラはなるべく、うん、あの圧迫感とかがない方がいいので、うんうん、安定感よりも、なるほどなるほど、はい、まずはつけ心地、そうなんです。なので、まあ、つけ心地重視っていう面で見ても、うん、あのこちらないのでとてもおすすめです。ほんとだ、はい、まあ、ファーストブラのいいとこを全部取っているタイプなので、うんうん、なるほど、この子は要チェックですね、はい、ぜひともお願いしますもう本当にうんななクールさんの回し物じゃないかってくらいすっごいおすすめしてるんですけど、回し物じゃないらしいですよ。そうです、残念ながら回し物ではないんですがちょっと続いてショーツ、これだけショーツもちょっとおすすめしていいですか、うん、はい、もちろんもちろん、ありがとうございます。このショーツもあのお揃いのもの、うん、綿コンなんですけど、あのプラスでちょっとおすすめポイントがありまして、うん、他のメーカーさんめったにないんですけど、ここのソケーブと足が出るところにもくるみ仕様になってるんですよ、うんうん、へえ、ほんとだ。普通のショーツだとここゴムじゃないですか。確かに足の付け根にゴム当たらないんだ。そうなんです。へえ、しかも綿コンなのでお肌に優しくて、うん、で擦れにくいのでたくさん動く学生さんとかだとこういうタイプの方が、あの股ずれしにくい。なるほどね、おすすめです。そうなんだ、このうんななクールさんはブラジャーもショーツもおすすめということで。そうなんです、でよく伸びますし、しっかりあのすっぽり包んでくれるのと、うんうんね、あとあのショーレースのタイプとかサニタリーショーツとかも出てるので。サニタリーショーツもあるの。そうなんです。へえ、お優しいのね。ありがとうございます。なのであのブラジャー1枚と、うん、あのノーマルショーツとサニタリーとかショーツ2枚とかにしてもらったら、へー、あのブラジャーよりもショーツの方が寿命が早いので、うんうん、なるほどね、はい、なので、うんうん、ブラジャー1枚ショーツ2枚で持ってると、あのもっと長持ちするのでセットで使える、ペアでこう使っていけるんだ、はい、おすすめポイントがあの、うん、満載のブラジャーもうちょっと紹介をしていきたいなと思います、はい、この場をお借りして物申したいです、うん、物申そう、白の下着は透けるということを声を話題にして伝えたい。私それ驚きだったの、初めて見た時